ちゃん。こんにちは。はい。はい、ゆかかさん。はい。ファイナルステージ。はい。第2戦。第2戦な。今日もありましたが。ありました。まず結果がそこに出ているので。まあ星がね、ついてるからね。うん、まあ3つ、阪神、はい。ね、勝ちました。ねえ、ね。これもまた痺れる試合でしたが。ね、はい。で、オリックスと、ロッテは、うん、まあ一つロッテがやり返したという、ね、これもまたね、はい、ねえ、いろいろありましたけれども、いろいろあったな、はい、で第2戦、うん、で今日も看板やちいちゃんよろしくということで、はい、よろしくお願いします。はい、まずはセリーグからね、うん、はい、セリーグです。はい、まずはオーダーから。はい、オーダーから。これはね、阪神はピッチャーが変わっただけということで、はい、もう不動だね、うん、やっぱ強いチームの特徴でもある、うん、不動ということ、はい、まあ、変えるところがないというね、はい、まあ、そういうところなんだけども、うん、まあ、広島の方は だいぶ変わってきましたかね。いや、4番に堂林を戻し、うん、まあ、西川を5番に下げみたいなね、うん、で初めて上本を使い、うん、スタメンも初めて使ったというクライマックスシリーズで ね、まあ、相澤はファーストステージの時には出てたけども、うん、で今日の先発ピッチャーは伊藤将司対大瀬良ということ、はい、で大瀬良のちょっと肘がね、心配説があるんだろうけども、うん、まあ、だけどこうエースという意味ではね、まあ、そこら辺をこう我慢して、どう頑張ってくれるか、まあ、ポイントはそこら辺だね。はい、はい、ということでゲームです。はい、はい、はい、こうなりました。これは、はい、ね、もう1点差というより1対1でずっと来ましたね、9回までね、はい、でね、やっぱりこういう短期決戦というのは先制点というのはすごく大きいと思うんだけども、うん、まあ、昨日もそうだけども、うん、やっぱこう早い回にやり返すというね、うん、でも先取点を取った方が有利に働くということで、広島1回、はい、ね、菊池がツーベース、うん、ね、野間がバント失敗しながらするんだけども、あのセカンドゴロで進塁打を打つんだよね、うん、そうですね、ワンアウト三塁の形で、はいはい、で小園がレフト前ヒットという、ね、まあ、伊藤将司にしてみればちょっと珍しくボールがちょっと上ずってたんだよね、うん、なるほど、ほとんど上に行かずに低めに制球されるピッチャーなのに、うん、ちょっとやっぱ硬さもあり、まあ、久しぶりということもあって肩が軽いのかちょっと上ずってんのか気持ちがね、うん、だからちょっとボールが高かったなっていうようなところで、はい、まあ、1点取られた後4番の堂林、うん、まあ、4番に戻してきたけども、はい、まあ、堂林を 5-4-3 のダブルプレーで取るというね、うん、だからまあこれで多少落ち着いたかなっていうような感じがしたよね、うん、はい、まあ、その1点で済んだというような感じですか。いや、そうだね、うんうんうん、でその裏ね、じゃあ大瀬良がどういうような立ち上がりをするか、はい、ね、近本ライトフライ、うん、中野ショートライナー森下三振ということで、はい、割とやっぱこう落ち着いてしっかり、腕も振れてたし、うん、いい立ち上がりしたなと思ってたの、はい、でも相変わらず阪神は早打ちに来るというね。なるほど。だからまあそこら辺は入り球を気をつけなきゃいけないんだろうなっていうふうには思ったけどね、はい、はい、で2回、2回、はい、西川レフト前ヒット、はい、ね、で初めて上本が先発して、うん、はい、まあ、1打席目エンドランかけるんだよね、はい、西川と上本で、うん、で、まあ、進塁打になり、うん、ランナーワンアウトランナー2塁、ね、2塁、うん、で末金、うん、まあちょっと力んでたかなという、うん、まあまあしょうがないよね、まあ、力んでて、まあ、ファーストフライ、はい、で相澤、うん、ここをね、やっぱり1点取られて8番相澤でしょ、うん、で9番大瀬良、うん、ここをどうするかなと思って見てたの、はい、でまあどうするかなっていうのはやっぱり2点先行されると嫌だなと思ってて、うんうんうん、だけどここを歩かすとまた菊池から始まるという、うん、まあ、1点目を取ったねツーベースから、うん、まあ、菊池もその乗ってるだろうし1番から始まるよりは、まあ、大瀬良から始まって、うん、一番に回した方がっていう、だから相澤と勝負行って、うん、三振に取るんだよね、はい、まあ、ここら辺はやっぱこう勝負強さというかね、うん、まあ、そういうことが感じられた。なるほど。で2回、はい、裏、はい、大山ショートゴロ、うん、まあ大山早打ちだねこのシリーズは、うんうんうん、で里輝、うん、ね、ライト前ヒット、
はい、まあ悪くはないと思ってたけど、うん、まあこのヒットですっきりするかなっていうふうには思ったけどもね。で続くノイジー、はい、右打ちいった、はい、ね、ライト前、うん、ね、それがなんと末金がエラーをするという、ね、グラブにも当たってないから、まあ、エラーではないと思うんだけども、うん、やっぱ記録上エラーだよねあれはね。取れたかなという感じですか。じゃないとピッチャーがかわいそうすぎるから、うん、これが三塁打になり、ね、佐藤が一塁から直ホームインをして同点になるというね。そうですね、あ、うん、でこれはねやっぱこの時期、うん、まあ、腰痛とかあるんだよね、はいはい、で右の打った打球っていうのはライトの少し左に飛んだ場合こう切れていくから、うん、ボールが、うん、やっぱねより正面に入っておかなきゃいけないんだよ。なるほど。だから足が運べてなかったね。それからねもうここだなっていう風な自分の中の予想があってそこに行っていたというような感じですか。そうそう、うん、それ以上にボールが切れてたっていうことだよね。そうするとやっぱり対応できるようにより真ん中に、うん、より真ん中真ん中に持っていかないと、はい、ということで、まあ、同点になる、うん、でなおもワンアウトサード、はい、ね、坂本三振、うん、でこっちは木浪をどうするか、うん、先ほど相澤をね、うん、これ面白いんだけども、うん、勝負行って三振、うん、木浪をどうするかって言ったら申告敬遠したんだよね。同じ8番ね、はい、うん、で伊藤で三振という、はい、伊藤で三振を取る。でだけど次の回3回はトップバッター近本から回るという、ね、そうなんですよね、はい、うん、でその3回、はい、大瀬良になんと伊藤がフォアボール、うん、本当かよみたいな、うん、で菊池、まあ、これ自由に打たしていって、うん、サードゴロのゲッツーにはならなくて一塁に残るという、うん、ワンアウトランナーセカンド、うん、ね、ワンアウトランナー一塁じゃないですか。あ、一塁ね、うん、ワンアウトランナー一塁になって、はい、まあ、それから野間にどうするかなと思ったら自由に打たせて三振なんだよね、うん、はい、いやここら辺はもう攻めて攻めていくんであれば俺は送りバントセーフティーバントがあってもよかったと思うんだよ、うん、なるほどね。でなぜかというと次の小園がね、うん、1打席目にタイムリー打ってる、うん、で4番に堂林を戻してるということを考えると、うん、まあここら辺で一塁に置いとくよりもやっぱセカンドに進めていって野間の打席で進めていってほしかったなっていうふうには思うよね、うんうん、なるほど。だからここら辺がちょっと残念だったかなという。これはこれほどの、1対1でずっといくっていうふうな予想がなかったっていうことですか。もっと点を取られるかもっていうような。いやでも大瀬良がさやっぱ立ち上がりをこう見てる、うん、まあ、エラーで1点は返されたものの、うん、あのやっぱ大瀬良の気迫っていうのはベンチにも届いてたと思うんだよね、うん、だからそれを考えるとやっぱ先行していってあげたかったね、うん、だからそこら辺がちょっと残念だったかなっていうふうには思うね。なるほど、うん、だからこういうのはね指揮官をね、うん、ちょっと鈍らせるっていうのはねやっぱ阪神の強さでもあるんだよね、うん、で、うん、その裏、はい、3回裏阪神ですね。期待しましたよ1番から、うん、1番からという、うん、で近本がやっぱ詰まったセカンドゴロ、うん、で中野が1打席目ショートライナーこれライトライナーなんだよね、うん、両方ともいい当たりが、まあ、正面をつくという、うん、で続く森下、はい、で森下はもうあこれいったと思ったのは、うん、西川がやっぱ大ファインプレー練習際でジャンプ1番取ったけども、うん、あ森下もいい感じだなっていう森下選手もあいったかなっていうような感じ、まあ、まあそうだね、だったでしょうけど、うん、でも感じはいいねやっぱ森下はね、うんうん、まあ、それで、まあ、スリーアウトになったという、はい、まあ、トップバッターから始まってもちょっとチャンスは作れなかったというね、うん、まあ、そういう回だったけども、はいはい、で5回、うん、5回裏の阪神の攻撃、その間はね、うん、やっぱこう伊藤将司も自分のピッチングをし始めたし、うん、まあ、大瀬良はやっぱこう気迫とともにやっぱしっかり抑えていってたしね、うんうんうん、で5回ね、5回裏の阪神の攻撃ですね、はい、裏、うん、で木浪がセンター前ヒット、はい、坂本選手が、セカンドフライでワンアウトの後の、はい、で木浪がセンター前ヒット、はい、ね、伊藤がしっかり遅れた、はい、ね、ピッチャー前にツーアウト2塁になりますね、はい、ツーアウト2塁、うん、さあここで近本の2打席ライトフライとセカンドゴロ、うん、あんま良くないんだよね、うん、バッティングの状態、うん、で中野がショートライナー、うん、ライトライナー、うん、2つともいいバッティングをしてるんだよ、うん、でね広島ベンチは申告敬遠を取る、近本選手を
申告敬遠するこれなぜかというと、うん、やっぱり得点圏打率がセ・リーグでトップかな近本選手が近本がね、うん、いやだからそれを嫌がったんだろうね今日の調子というよりは、うん、こう選手の成績っていうか今までの傾向ランナーを置いてのバッティングが嫌だったんだろうね、うん、はいでね中野はねやっぱり自分が1打席目2打席目って感じがいいのに、うん、俺かよみたいなちょっと力みが入るんだよねやっぱね、うん、それで三振をして点にならずと、うん、まあただねここら辺はねやっぱ大瀬良もすごい頑張ってたよ、うん、やっぱ状態的には体の状態っていうのはあまり良くない感じはしたんだけども、はい、やっぱ気持ちがね体を動かしてるっていうような状況を作ってたね、うんはい、でちょっとしたブレイクがあった6回ね5回終わってねねグランド整備とかあってこれがいつもねポイントになってくるよっていう6回表そうだね、はい、でその6回、うん、で先頭バッター菊池、うんライト前ヒット、はい、野間送りバント、うん、ワンアウトランナーセカンドを作る、うんまあ、野間がバントをねやると決めると広島ベンチは明るくなるんだよね、うん、野間ってね意外に下手なのよだから失敗のケースが多いんだけど送りバントですか、うん、ここはねしっかり決めた、うん、でさあ小園、うん、ね1打席目にはタイムリー打ってるし、うん、さあここでどうするって言ったら、うん、これ伊藤が間違えないんだよね、うん、外外見せといて最後に内をきっちり投げ切るんだよ、うん、そしたら詰まったショートゴロ、うん、でこの時に、堂林、うん勝負しに行くんだけども、うん、あのスリーボンになって申告敬遠をしたと、うん、ね、はい、で次も西川左対左としたら怖いけどツーアウト1・2塁ですねツーアウト1・2塁ね、うん、でショートライナーで取るというね、まあ岡田監督はここら辺もねやっぱ慎重だわ、うん、やっぱ坂本にあのボール2からもうこうやってやってたから、うん、こういうサインっていうのはきっちりいけよってボールでもいいんだぞ、うん、きっちりいけよって、うん、でボールにして申告敬遠した、うん、だからここら辺もやっぱこう1点を守るためにどうするかっていうことをね、うん、やっぱ監督もそうだけども選手もしっかりできるっていうことだよね、うん、なるほど、はい、間違いないということだよ、うん、で7回7回の表の広島の攻撃ですね、そうこれねこう押せ押せなんだよ、うん、でねこの回もトップバッター、うんあの上本がセンター前ヒット打つんだよね、はい、で続く末金、うん、ピッチャーライナー強烈で伊藤もよくやっぱ取るよ、うん、投げ方がいいからねだから反応も効くということで、うん、このライナーで上本が、ベースに戻れずと、はい、ダブルプレーということでね、はい、で相澤をセカンドフライ、うん、ということでまあ事なき得たんだけども、はい、ノーアウトでランナー出してるんだけどもさ、うんなかなかやっぱり点にならないんだよね、うん、この試合、1回2回3回、うん6回、うん、7回って、うん、結構出してるのよ、うん、これがやっぱ点になっていかないというね、うん、で一方阪神の方はトップバッターが全く出ないんだようんまあ、それなのに1対0、1対1ということで接戦をしているというね。で8回、はいね、8回表阪神、広島の攻撃ですね、はいピッチャー石井に交代、うん、でピンチヒッター田中、うんね三振、うんね菊池トップに帰って、はい、ショートフライ、はい、でピッチャーここでのバッター野間の時に、うんまあ、昨日と同様島本を持ってくるんだけども、はい、センター前ヒット、はい、で続く小園、うん、レフト前ヒット、はい、あれこれ島田ちょっと良くないぞと左手 島本ね、うん、なんていうの左対左っていうことに対して、うん、あまり打たれることが少ないのに、うんまあ、今日はちょっと連打くらったね、うんまあ、そこで4番堂林、うん、ブルワーうん、堂林選手の時に、ブルワーを持ってくるという、うんはいね、そしたらすかさず広島ベンチも動いてピンチヒッター、うん、もう切り札の松山ということで、ねはい、持ってきたんだけども、うん三振ということでね、チャンスを潰す結果になるという、うん、
で8回裏はい阪神の攻撃ね、阪神なんで、島内に広島もここから継投に入る、そう大瀬良投手から島内投手、はい、うん、ね、で阪神の方はピンチヒッターミエセス、はい、ブルワ投手のところに代打ミエセス、ね、そうだね、でサードファールフライ、うん、で近本ショートファールフライ、うん、中野三振ということで、ね、もう完璧に抑えていくんだよね、うん、ああチャンスを潰しながらでも相手にチャンスを与えない、うん、すごくやっぱこれがこうもつれるなっていうふうに思ってたのね、うん、普通ねチャンスの後にはピンチがあるということは言われるんだけども、まあ、しっかりピッチャーを変えてそのチャンスの芽を摘んでるというかね、うんうんうん、まあ、そんな感じがした、はい、で9回岩崎が出てきて、はい、表にね、うんうん、3人でピシャッと変えるんだよ、あのチェンジにさ、はい、するんだよ ね、うんうん、チェンジする、さあ9回、はい、ね、広島のピッチャー島内に代わって栗林、はい、阪神は3番森下選手から、そう、はい、でまあこれは中途半端なねバッティングで、うん、サードゴロ、うん、続く大山、うん、やっと出ました、出ました、ね、右の方向に持っていってちょっと引っ張り傾向が強かったんだけどもさ、うん、右に持っていって、ヒット2塁だね、ツーベース、うん、ね、右中間を抜いたというね、はい、でツーベースにしたという、はい、でここで、うん、サトテルと勝負に行くんだよね、はい、そうです、外野手は前に来なきゃいけないのに、うん、サトテルで大丈夫かと思ってたのよ、うん、でサトテルも状態的にはそんなに悪くないんだよね、うん、ちょっと紙一重の部分があってさ、うん、ヒットとかホームランになってないだけで、いや、いいのかなと思ったら見事勝負行って三振に取るという、ね、まあ、これは栗林との相性もあったんだと思うけども、でノイジー、うん、ね、申告敬遠、うん、でランナーを詰めてツーアウト1、2塁、うん、バッター坂本、はい、まあ、坂本の近況の中ではさ2回のチャンスのところワンアウトサード、うん、ここで三振したっていうのがすごくやっぱこう気持ちの中に残ってたと思うんだよ、うんうん、キャッチャーだけにね、はい、でこの打席焦っていくかなと思ったの、冷静だねやっぱあの子はあの子はやっぱねボールをしっかり見るわ、うん、やっぱ賢い、うん、でストレートのフォアボールを取るんだよ、うん、でその時に木浪に向かって、うん、頼むぞみたいな、行ってくれよみたいな、お前が決めろよみたいな、お前が決めろよって一塁歩いていく時ね、あ、うん、それは本当にお前は決めろよっていうことと、俺坂本の中では、うん、もうピッチャーあんまりいねえぞみたいなそんな気持ちがなんか坂本の中ではあったような気がするんだよね、うん、で木浪、はい、これねヒールインタビューで言ってたけども、うん、2球目にボール手出しちゃったんでとか、うんうん、やっぱあの場面で冷静だよね、ね、それがすごく分析してるよ ね、 ね、すごいとこですよね、いやすごいとこ、なんか満塁で打率がもう4割も超えていくね、そう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 、すごいです、まあ、満塁っていうのはね、うん、必ずストライクで勝負してくるから、うん、だからまあ率は高くなるんだけどもね、うん、どっちみちだけど今日の豊かのヒーロー、うん、ね、今日のヒーロー木浪、はい、ね、やっぱすごいわ、やっぱここな木浪がいるっていうのは、うん、すごい嫌だね、なんかずっとねシーズン通してこの恐怖の8番のような言われ方をしていてね、あ、いや恐怖の8番だよね、本当にそうなのかなって思わせるような打席でしたね、そうだね、で坂本の打席を楽しみに見てたんだけど、うん、フォアボールになった瞬間に、あ、木浪が決めるなって満塁だろみたいな、うん、そういうねなんかこう引き寄せの法則じゃないけども、なんか木浪を信じる、うん、なんか気持ちっていうのは球場の中にも全体的にも溢れてたと思うよ ね、 ね、ああ木浪に回ったみたいなね、そうそうそう、うん、でライトに、まあ、タイムリーヒットというね、まあ、サヨナラを決めたんだけども、はい、さあ広島どうする、うん、ね、もうねこれね1試合ごとに結構いろいろメンバーを変えてきてるけども、もうなんていうの、もう今日戦ったメンバーでいいんじゃないかと思うよ、うん、あんまり入れ替わり立ち替わり打順を変えるとやっぱね落ち着いて野球ができない、うん、で奇襲も
やっぱり1試合目2試合目とかけてきたんだけども、全く阪神は通用しない、うん、もうそうなってきたらやっぱ自分たちの野球を信じる、そういうメンバーで構成して打順もまあ変えてもいいけどね、うん、もうこれで負けたら仕方ない、もうこれで今シーズン終わったら仕方ないっていうぐらいのやっぱスターティングメンバー、相手がピッチャーがどうであれ、うん、俺たちの野球をやるんだっていうようなね、うん、そういうもう居直りでいいと思うよ、もう一種開き直りのような、そうそう、ね、今までの、うん、今までやってきて2位なんだから、ね、そうですよね、もう自信を持ってね、やっぱり広島の方は戦ってほしいし、はい、まあ阪神はねどんな野球でも対応していくねやっぱ打ち合いになったら打ち合いになるように、うん、やっぱそういう風な形でいくし、はい、接戦になれば接戦になったで、うん、あのそれに順応していくし、うん、やっぱ強いわ阪神は、ねね、はい、まあということで岩崎が勝ち投手、はい、ね、木浪がヒーローということで、ね、おめでとうございました。おめでとうございます、ね、明日決まるのか決まらないのか、もう ね広島頑張れ、ねね、明日は大竹と、明日は、大竹投手と床田投手、床田ね、はい、まあ、床田も頑張らないとね、また左と左の、そうだね、うん、はい、まあ大竹がまた広島に相性がいいんだよね、うん、まあ頑張っといてね、ねえ、はい、はい、欲しいと思います、はい、はい、続きましてパリーグ、はい、ね、うん、はい、いきますよ、はい、はい、こうなります、ね、はい、スタメン、これもね、両チームともちょっとそうだね少しずつ違ってますが、はい、まあ、左ピッチャーが来たんで、うん、ちょっと打順をいじったというところがあって、うん、まあ胸を2番に上げて、うん、ね、福田とか広岡、まあ、そうですね、こういったところを使ってくるようになったね、下位打線にね、うんうんうん、でロッテの方は、まあ、石川を入れてきた、はい、やっぱこれはね、ZOZO でやった時と一緒で、左が来た時には岡を上げて安田を下げるという、うん、で茶谷が入り、はいはい、まあ、田村を入れるというね、うん、で9番は中村、ピッチャーは田島メルセデスと、はい、ね、というようなことになってます。はい、はい、ということで、うん、試合はどうなったか。この試合もいろんなドラマがあったね。結局こちらも1点差ということでね。そうなんだよね。はい、もう延長になりそうな、はい、ならないようなみたいなね。そうだね。そう、もう9回で決着がつくっていうのはセリーパリーグともに。そうだね、うん。あるね。はい。はい、で、まあ初回、うん、ね。田島の立ち上がり、はい、いきなり荻野にフォアボール、うん、ね、これどうするかなと思ったら、やっぱある程度点の取り合いになるっていう風に、うん、吉井監督の中ではあるんだろうね。なるほど、まあ、最初だったら送りバントで先取点を取りに行くとか、うん、まあ、いろいろ考えるんだけども、うん、まあ、藤岡を強攻に行って三振、うん、で石川、うん、ライト前ヒット、うん、ね、で一塁ランナー荻野が、うん、三塁に進む、うん、それを見た広岡がサードにね遠投する、うん、その間に打ったバッターランナーもセカンドに進むという、うん、だからワンアウト二三塁作っちゃうんだよね。そうですね、はいはい、うんうん、でポランコのセカンドゴロの間に1点を取る、はい、これがサードを諦めて、うん、カットマンに投げとけば1、3塁でポランコの当たりでゲッツーだったんだよ、うんうん、それを好投するために広岡がバッターランナーをセカンドに生かして2、3塁になったがために1点を取ることができたという、うん、まあ田島にとっては不幸だし、こういう守り方っていうのはやっぱ優勝チームでやっちゃいけないことなんだけどね、うんうん、続く岡、うん、ショートゴロで、まあ、1点止まりという、はい、うん、だけど選手点は取れたというね、なんと1点をもぎ取りましたね、うん、だから広岡も外野行ってね、うん、まだ暇は浅いから、うん、まあ、そういうところは分からないのかも分からないけども、うん、やっぱ考えてね、そういうところはあんまり高騰して高い球投げないとかで、一塁ランナー荻野の足だったら、うん、ね、大概1、3塁になるよって思っとけば、うん、カットマンに投げればこの1点はなかったということだよね、うんうんうん、で、続く1回裏、はい、ね、中川センターフライ、はい、胸がいいね、うん、ライト前ヒットで森いいね、ライト前ヒット、はい、ワンアウト1、2塁、ね、1、2塁、うん、セデーニョ、はい、
ね、これが右中間抜いちゃうんだよね。ねえ、うん、それでまた一三塁になる、うんうんね、うん、で杉本いいねライト前ヒット、はい、紅林、はい、いいね、うん、ライト前ヒット満塁。これね、うん、昨日からそうなんだけどさ、やっぱ反対方と逆方向行くね、みんな、うん、あんまりね、大きいの大きいのブリブリそんなに来ないわ、うん、やっぱ丁寧に丁寧に打ってきて、で最後ゴンザレスがセンターフライ、うんうん、それで3点目を取って、これが犠牲フライになるんですね。犠牲フライになるんだよね、うん、それで3点を取るという、はい、まあ、そういう初回だったけども、やっぱりあのメルセデスもちょっと硬かったね。うん、でインサイドに突っ込みきれないんだよ右バッターの、うん、だからもう全部ライト前ライト前持っていかれるけどさ、うん、まあここらちょっともったいなかったなって感じた、はい、うん、でね、初回以降両投手が立ち直っていくんだよね、はい、でその中には田島のダブルプレーとか、うん、取るのね、うん、ピッチャーゴロでセカンド投げてって、まあ、すごく落ち着いてたし、うん、だから非常にあのなんて言うんだろう、落ち着いた投球が両ピッチャーともできてたというね、うん、まあ、そんな感じがしたんだけども、はい、6回はい試合動きますかね、ね、うん、6回表のロッテの攻撃、はい、この6回を迎えるときに、うん、ロッテベンチが円陣を組むんだよね、はい、これどういう円陣なのかなと思ってちょっと感じ取ろうと思ってたら、いきなりツーアウトになるわけよ荻野のショートフライ藤岡、うん、ライトフライ、うん、あららと思って、うん、これ何もわからんぞと思って、何のための円陣だったのかなと思ったら、円陣分析ができないって、そう、うん、そしたらね、続く石川、うん、フォアボール、うん、ポランコフォアボール、うん、で岡ツーアウト1、2塁、はい、岡、うん、レフト前ヒット、うん、前の球で打球が大きく弾んでツーベースになるんだよね、はい、まあこれで1点を取ると、うん、続く安田、はい、ツーアウト2、3塁、はい、ライト前ヒット、うん、これで逆転になるんだよ、はい、ね、ね、これで分かったよ。何ですか？田島は、うん、やっぱボールに力があると、うん、で左ピッチャーが入ってくるボールを反対方向じゃなくてとにかく強く打とうと、うん、だから各バッターは引っ張りに行けって、うん、オリックスと逆だよ、うん、オリックスはやっぱこう巻き込んで打つと全部ゴロになるから、うん、昨日なんかはね、うんうん、全部追っつけろって、この6回、うん、エンジンを組んだのは力負けしてるから力負けするなと、うん、だから引っ張るって、みんな引っ張りに行けって、だから荻野のボンダー、ショートフライ、うんうん、藤岡のライトフライ、うん、これもね、ライトに引っ張ってんだよ。なそう、辻褄が合いましたか？あったんだよ、このボンダがで、フォアボール、フォアボールで、うん、岡が引っ張ってレフト前、うん、で、安田がライト前、うん、引っ張って、うん、あ、これで逆転に成功してるんだよ、うん、だから村田コーチが演じの中でやっぱり言ってたことは、うん、やっぱ力負け絶対すんなって、うん、だからポイントを前に置いてでもいいから引っ張りに行けって、うん、いうのがやっぱ功を奏したような回だったと思うんだよね。なるほど。この回で、うん、6回、はい、裏オリックスの攻撃、裏ピッチャーを変えます、メルセデスから、はい、でいきなりフォアボール、西村投手ね、西村ね、うん、あの紅林に対してフォアボール、うん、だけどその後落ち着いてたね、うん、ゴンザレスレフトフライ、はい、福田三振、はい、広岡三振ということで、うん、ああよかったなと思ってね、うん、最初の先頭バッターの代わりっぱなのフォアボールって動揺してバタバタするんだろうけどもやっぱ西村は今年やっぱり状態が良かっただけにしっかり抑えてくれたよね、うん、なるほど、はい、はい、それで7回裏、裏オリックスの攻撃、ね、オリックスの攻撃、うん、この時から澤田ね、澤田が出てきました、はい、投げっぷりのいい澤田、はい、中川を三振、うん、胸をセンターフライ、うん、もうツーアウトなんだよ、うん、ね、何でもないツーアウト、はい、で森もうねお尻にちょっとかすったのみたいなデッドボールだったの、はい、何でもないデッドボール、うん、だけどロッテベンチはやっぱね慎重だわ、うん、このデッドボール、何でもないデッドボール、澤田の状態っていうことを考えたら何にも出ていく必要ないのに出ていったんだよね、コーチがマウンドへね行った、はい、その時にやっぱね、セデーニョが当たってるだけに、うん、やっぱ攻め方、そういうものをやっぱこうもう一度確認したんだと思うんだよ、うん、それでベンチに行った、うん、ね、
インサイド高め、うん、に要求した田村が、うん、それが若干中に入ったんだよね。本当に若干若干、うん、もうねボール半分1個までないと思う、うん、それをねホームランされるんだよねえ。だから攻め方は俺は間違ってはないし、うん、やっぱ俺はねそういう勘が働いたんだと思うよ。ベンチのなんとなくなんとなく嫌だなっていう、うん、それでもう一度確認しに行ったんだけど、うん、このね澤田の勢いを止めたんじゃないかなと思って。うん、澤田っていうのは慎重にできないピッチャーだよね。どういうことですか。どういうことかといったら勢いでいくタイプだから。ああ、はいはい、だからその勢いに任せとけばよかったと思って。で勢いがちょっとこううまく回らなくなってきたら勢いがそがれたという、うん、だから慎重にいけないタイプなんで、うん、なるほど ね、うん、だそのままの勢いだったらもう 1,2 キロこうなんていうの球速も増してトップラインになってたかもわからないし、うん、だからここら辺がこう勝負のあやだよね、うん、ただ逃さなかったセデーニョも、うん、まあ、投げたサードも悪くないし、うん、田村もそういう風な指示を受けてたんだろうから、うん、悪くない、うん、若干球はボールはね甘くなってたとはいえ、うん、ほらもう仕方ないよ打った方を褒めるしかない、うん、あんな場面で逆転のツーランになったんだよ。なんでもないフォアボールから、うん、だから怖いよな。フォアボールとかデッドボール、ね、デッドボールな、うん、でも6回のこの逆転劇も、うん、何でもないフォアボールから始まってんだよ、うん、だからフォアボールデッドボールっていうのがいかに無駄で、うん、いかに怖いかだよねこの試合で考えると。へえ、はい、で9回、はいね、ここで誰を持ってくるのか、うん、平野連投かそれとも山崎総一郎、うん、出てこないんだよ、うん、ピッチャー山岡を使ってくる。お、あ山岡かと思って、うん、まあ、山岡も確かにリリーフに入って非常に安定してるし、ロッテの防御率は、うん、5ゲームに投げて防御率 0.90 なんだよ、うん、1点取られてないというピッチャー、うんうんうん、しかしこういう場面で9回っていうことは経験が多分ないと思うんだよ、ね、なるほどね。うん、でロッテの方はもうとっておきのピッチヒッター角中、うん、とっておきね、とっておきだよ。なんか思い出すよね、ねえ、ゾドマリンでの逆転劇、センター前ヒットから始まったという、ね、これがヒットではないけどフォアボール、うん、でも1点差だからね。そうですよ。でピンチランナー和田、これもとっておきのが残ってた、うん、そうですよね、うん、でいつ走らすのかな、うん、いつ走らすのかな。いやそれはね安田に対して次のバッター、うん、まっすぐまっすぐで押せないはずなんだよ、うん、やっぱね縦割れのスライダーを山岡を武器とするからやっぱ走るチャンスは大いにあるんだよね。何球牽制したんでしょうね。まあ何球牽制したし、うん、でうわ走れ走れと思ってたんだけど走らないんだよ、うん、でやっと走ってセーフになりで安田がもう腹決めたね、うん、これを引っ張って送るって、うん、サードにね、うん、そしたらねベースに当たるんだよ。引っ張った打球がファーストベースに起こるんですよ。起こるんだよな、ね、でまあベースに当たらなくてもヒットかだったかもわからないけども、うん、あベースに当たったからヒットか。ラインは詰めてるもんな、うん、絶対に、うん、だからベースに当たってヒット、これラッキーだったんだけども、うん、まあ、これがツーベースでヒットになる。なかなか狙ってもベースには当てれないですもんね。そうだね、うん、でピンチランナー小川、はいね、でバッター茶谷、この茶谷が ね、 ねこの前から聞いてんだよ、はい、バントちゃんと決めてくれるんだよ、うん、でワンアウトランナーサードになり、はい、8番田村のところでピンチヒッター山口、はいね、追い込まれながら外のスライダーカット系のボールをこうやっと拾ってセンターに犠牲フライで勝ち越したというね、うん、あ勝ち越した6点ね、この攻撃面やっぱり角中が起点になってるし、うん、あいろんなアイテムを使いながらやっぱこう逆転していったというね。で次の回澤田投手も胸をなで下ろしましたね。いやそりゃそうだよお前、ね、そりゃそうだよそうだよお前、来た心地知らなかっただろうと思うけど、本当ですよ。で9回裏、うん、ね、増田が出てきて、うん、ポンポンとツーアウトを取り、うん、森に対してはフォアボール、うん、また同じシチュエーションだよね、はい、ホームランの時のもう4番セデーニョ選手に回ってきて、そうそう、まあ、ダイソーね、森選手にはダイソー
義母選手を、はい、はい、でセデーノが三振というね、これも最後の最後までドキドキしたな、投げ損なったら危ないと思ったけど、うん、まあさすが増田だな、投げ損なかったね、あのボールで誘って、ね、で三振を取ったと。で今日のヒーロー安田と、はい、豊かの今日のヒーローは安田選手、まあ、いいところで打ってるわ、はい、やっぱりね、うんうん、あの勝負どころでやっぱこう打ってくれてるし、うん、まあ、最後のなんかやっぱこう引っ張ってヒットを打たなきゃいけないという条件の中で、うん、しっかり引っ張って結果を出してくれたっていうのが、うん、やっぱこう安田の成長というかね、それも感じるし、うん、でね、安田ってねポストシーズンにこうやって打つっていう、うん、俺印象がものすごく強いんだよ。なるほど、うん、でこの前もそうでしょ、サヨナラ打ったでしょ、うん、でその前出た時は千賀からホームラン打ってんだよねこの時期に、うん、だこの時期に安田って覚醒するなと思って。これ何なんでしょうね、やっぱり、ね、バイオリズムとかやっぱあるんだと思う。あとこう楽な気持ちになれるんでしょうか、一回リセットというか。いやだからシーズン終わる頃にバッティングが分かってくるんだよね自分の。いやなんかね、そんないい、本当にいい打ち方するんだよだから俺のその前の動画、うん、あのポイントになる選手はって言ったところで安田を挙げてるんだけど、うん、やってくれましたね安田君。やってくれました ね、 ね、はい、はい、まあね本当にいい試合が繰り広げられてるけどもね、うん、まあ阪神はやっぱこうどんな状況でもやっぱこう水のようにいろんな形を持ってるというね、うん、でオリックスの方はなんで山岡だったのかなっていう一つの疑問。これあれですよね、さっき阪神の時にこう強いチームはこうパターンを変えないというか、変えないいうところがちょっと違った部分ですかね、うん、まあいろいろ色を持ってて、うん、いろいろ理想を持ってる、うん、で余裕があるんだろうね、うん、で平野がダメ、総一郎が昨日投げてる、うんうん、で山岡でいけるかっていう試しもあったと思うんだよ。なるほどね、試しに失敗したというところがある。なるほど。でまた元に戻せるだけの、うん、ものがあるけどね。なるほど。一回ダメだからって、うん、ガタガタになるようなチームでもないし、はい、うん、だからもうこの点の取り方なんか見てるとさ、やっぱ強いよ、うん、ここで失敗しなければ本当です ね、 ね、うん、というね、明日はオリックスは東投手、はい、ロッテはなんと沢村投手が先発です。あ、これはやっぱブルペンデーだ、明日は。これブルペンデーがすごく良かったっていう結果がありましたもんね。あの結束力が生まれたというか、ね、うん、やっぱピッチャーを助けるために野手頑張ろうぜみたいな、ね、でピッチャーもやっぱあの野手に負担かけないようにもうとにかく1イニング2イニングなんだから、うん、とにかく行こうぜみたいな、ね、まあ、そういうところがあるよね。ね、なので、はい、明日は沢村投手の先発と東投手ということで、はい、東負けてないからね、うん、明日は ね、はい、また両チーム泣いたということでありますが、はい、まあ阪神がねいち早くやっぱあの日本シリーズに足を運ぶのか、うん、ね、それともストップをかけるのか、うん、広島がね、うん、でオリックスはね今日の敗戦をどう捉えるのか、ね、でロッテは今日のね、うん、やっぱこうある種劇的だと思うんだよ。いや本当にね、うん、そういうひっくり返しを明日さブルペンデーでね、うん、どういうふうな輪を見せて、うん、力を見せてくれるのか、まあ楽しみにしてます。ここのところのロッテはね本当にいろんなドラマ巻き起こってますからね、はい、いや本当だね、ねえ、はい、だからそういう神を信じてというか、ということでパリーグはあと最低2試合はあるということですね。そうだね、うん、はい、はい、まあ明日もあります。頑張ってください。はい。はい。